どうも、皆さんこんばんは、NM です。今回は東京グールリ・インボークの最新情報についてお話ししていこうかなと思います。V ジャンプ公式チャンネルで公開された情報になります。リゼの確保を持つ反グール、安久黒名が登場。敵の防御力を下げ、さらに連続攻撃を行い、高火力を叩き出す。というわけで、RE の黒名がついにインボケフェスに登場します。では早速スキルの方を見ていきましょう。遊ぼうか、レベル5。3ターンの間、自身の攻撃力を2倍にする。3ターンの間、敵単体の防御力を 0.5 倍にする。敵単体へ攻撃力 1.2 倍の10連ダメージを与え、一旦流血状態にする。なかなか盛りだくさんな内容のスキルですね。今公開されている情報と実際に実装された時の性能は違っていると思いますので、ここからさらに強くなるかもしれません。クロナもかなり人気のあるキャラクターですし、イラストもエッチなので、この機会にぜひ引いておきましょう。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。